ぽーちゃん、ぽーちゃん、こっち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 、お水飲みな。今日はすっごく暑かったので、夕方ね、日がちょっと落ちるまでお散歩に行けなかったんですけど、夕方からね、今1時間ぐらいお散歩してました。すごいなんか風もね強くて涼しくってね、とっても気持ちいいお散歩になりました。今日はね、飼い主の実はお誕生日なんですけど、まあ、飼い主のお誕生日はね、何がしたいかなって考えた時に、ぽーちゃんとね、私がとってもハッピーになることをしたいって思って、ぽーちゃんのね、生きがいはお散歩なので、今日はね、イヤイヤゾーンも、わがままを聞いてあげて、いっぱいいろんなところを散歩してきました。それでね、ちょっと今日気づいたことがあって、飼い主はすごく方向音痴なんだけど、ぽーちゃんってね、どんなに遠くに行ったとしても、家の方向になるとね、曲がり角絶対イヤイヤするんですよ。家の方向に行くと絶対にね、拒否するんですよ。いや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 って。それでね、どんなに遠いところでも拒否するから、なんかもしかしたらぽーちゃんがイヤイヤってしたところと反対のところに行けば家に帰れるんじゃないかなってちょっと今日思いました。だってね、試しにね、Google マップ使って家の方向歩いてたんですよ、迷ったから。そしたらね、やっぱり家の近くに、家の方向に行こうとするとね、ちょっと待ってぽーちゃん。もう Google マップ使わなくても、ぽーちゃんがね、行きたくない場所を行ったら家に帰れる説、それかなり濃厚な気がする。今日 Google マップ使っててね、笑っちゃったもん。ねえ、そんなこんなで、今日はいっぱいお散歩して、飼い主もとってもいい誕生日になりました。もうポーズは息切れ中なので、ちょっとね、ここでいつもの公園に来たので休憩したら帰りたいと思います。